石倉さんを迎えて、うん、いいっすか、あのブルース企画と言いますか、ブルース企画、ブルースアルバムを石倉さんがおすすめする。俺もリアルに普通に、はい、あの聞きたいなと思ってましたよ。それで俺も、うん、ブルースを勉強して厄年に備えたいそっちかいみたいな。大前提としてまずちょっと言っときたいんですけど、はいはいはい、エリック・クラプトンとか、はい、スティービー・レイ・ボーンとか、はいはい、ジョー・ボナマッサとか、はいはいはい、まあ、ましてやジョン・メイヤーとか、はい、俺あの辺のギタリストのことをブルースだと思ってないから、はい いいですわ、もうそういう動画求めてたんですよいやいや、これでも、はい、ディスってるわけじゃなくて、確かになんかね、言わんとしてることは分かりますわ。そう、やっぱちょっとポップス的なとかロックとか、はいはいはい、そうっすよね。そう、その要素が入ってるから、入ってるっていうか、はいはい、まあそれ、そのなんていうのかな、はい、あの言葉遣いでブルースを演奏してるっていう風にしか俺思ってないんで、はい、だから、いや、だからといって、はいはい、ダメだって言ってることじゃないんだよ。わかります、俺も大好きだから、そういう人たち。わかります、わかります。だけど、ブルースだとは思って聞いてないってことです。俺も思ってる感じを共有できてますわ、今。あ、そうですか。ディープなブルースに入る入り口として、非常にいい。完全に俺が望んでたとこですか。とこでしたね。はい、まあ、本当にディープなとこ行くと、はい、あのマディ・ウォーターズとかさ、はい、スラッシュとか。はい、バディガイとか、あ、はい、あと三大キングとか、はいはい、三大キング、あの辺のディープなところってさ、うん、聞くのしんどいじゃん。確かにこう、やっぱり俺もしんどいもん俺もずっと聞くのはしんどいじゃん、うん、好きな人ですらちょっと、まあまあ好きって言ってたとね、本当のマニアはね、またブルースもいっぱいいるから、確かに確かに、あれなんですけど、これ3つ教えていただけるんですよね。はい、3つも用意していきます。ありがとうございます。まずね、一番目、はい、あれね、BB キングの、あ、はい、ブルースサミットっていうアルバムがあるんですよ。これね、はい、ちゃんとしたアルバムのその作品で、はい、コンセプトがちゃんとあって、うん、デュエットで何曲も入ってるんです。BB キングと誰で BB キング、めっちゃいい、面白そうなアルバムじゃないですか。そう、それで、はい、多分90年ぐらいだと思うんだけど。ああ、そうなんですか。だから録音もすごく良くて、うん、音質的にもすごい聞きやすい。はい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 、でブルース、あの BB キングのプレイもすごいよ、もう円熟ので、はい、まあ、ゲストが、まあ、そのブルースの、はい、人たち、はい、あのアルバート・コリンズとかロボ・テイラーとか、はい、あのその辺なんですけど、なんだっけ、はい、エタ・ジェームスとか、まさしくサミットじゃないですか。そう、サミットなんです、はい、でこれは、はい、演奏も、はい、音質も、はい、音質っていうかその、そうだね、音質もめちゃめちゃいいんで。マジですか。めっちゃ聞きやすい。むしめっちゃ聞きたいですもん今その説明で、ね、ブルース・サミットもうおすすめですね、非常に。これ YouTube 調べたらもしかしたら、あのなんか、うんうんうん、あったりするのかもしれないですよね。 Apple Music にあると思います。あ、ぜひ皆さん、うん、俺も聞いてないんでめっちゃ聞きたいなと思いましたね。 BB King のブルースサミットね、これはぜひチェック。これ本当ね、ただ単にかけてるだけでもすごいいいアルバム。ドラムとかそういうのはないんですか。あ、あるあるある。あ、だからちゃんとあって、そう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 、あのギタリストがもう一人とかシンガーとか、だからそのギターで何やってるかとかっていうことを、はい、まあ、深く聞くこともできるけど、うん、ブルースっていう音楽として、あ、はいはいはい、楽しめる。そうそう、そこ楽しめないとやっぱ聞けないですもん、ね、そうなんです。ああ、ありがとうございます。もうこれいいですよ、 BB キングのブルースサミットで。で次はね、はい、でその BB キングのブルースサミットにも参加してる人なんですけど、はい、ロバート・クレイっていう人がいるんですよ。ああ、はいはいはい。でロバート・クレイの多分これ最初のアルバムだと思うんだけど、うん、Who's Been Talking っていう、はい、アルバム、1980年。うん、だから、まあ、あの録音っていうか音もちゃんと、まあ、ドラム、ベース、ギターですごく、あ、はいはい、ちゃんとして、たまにあのこう、あのレジェンドすぎるプレイヤーの音源って、ね、なんかあのラジカセで撮ったみたいな、あるんですよベース入ってないじゃないかっていうのとかねなんかあるんですよ。ずっと聞くの無理やなみたいなありますけど、まあ全然1980年代とかでも、まあ、全然綺麗にね、そう綺麗に入ってます、聞ける感じですもんね。でロバート・クレイは、はい、
まあ、非常に参考になりますね、うん、なんかすごいこう現代的な要素もありつつ、はい、でもすっごいブルースの濃いところもちゃんと踏まえてる。で、はい、その最近だとさ、割とそのジャズフュージョン的なテクニックの方向に行きがちじゃないですか。わかります、わかります。確かに、確かに。マット・スコフィールドとか、そうそうそう、ね、ああいうあっちに行きがちじゃない、ロベン・フォード的な。あの、日本人は、あれが好きそうな感じ、うん、そうだね。しますよね、うん。なんかおしゃれな。そうそうそう。で、俺あっちは、はい、興味ないんですよ、あんまり。あっちの、まあかっこいいけど、かっこいいし。かっこ、まあかっこいいかっこいいですね。でも、俺的には、うん、どんどんそれを入れていっちゃうとどんどんブルースっぽくなくなっていっちゃう。ああ、はいはい。なんか間の取り方とかもやっぱちょっと変わりますもんね。そう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 、ちょっとジャズ的な、あのもちろんかっこいいんですけど、かっこいいんだけど、うん、そっちじゃなくて、はい、もうちょっとモダンっていうのは、はい、なんかね、まあ、うまく言葉で説明できないんだけど、はい、ロバート・クレイはそれを感じるんですよ。いいっすね。でね、音がね、ペンペンの音なんですよ。よくこれね通せるなっていうペンペンの音でずっと弾くっていう、たまらんなこれみたいなたまらんですよ。でロバート・クレイは、はい、あのね、歌がうますぎんですよ。あ、そうなんですか。そう、歌がうますぎて、でめちゃめちゃギターブルースギターめちゃめちゃかっこいいのに、多分その後のアルバムでどん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 ね、ソウルシンガー的な作品になっていっちゃうんですよ。ああ、はいはいはい、ちょっと方向性が変わってきたみたいな。そう、多分そ、まあ、ブルースギターを売りにするよりも、うん、ソウルシンガーとして売った方が絶対売れるからね収入面でだいぶ違いますからね。いやいや、そうそう、まあそれレコード会社の意向なのか分かんないけど、はい、それは、うん、結局ね、そっちの方向がどんどん濃くなっていっちゃうね。ああ、はいはい。だからそのそれが出る前の一番最初のアルバムは、うん、ギターバリバリ弾いてる。ああ、そうなんですか。いいっすね。いや、ちょっと聞いてみます。ロバート・クレイの Who's Been Talking。 じゃあ最後のこの最後の3枚目、はい、これはね、ジミー・ボーンさんの、はい、アウト・ゼアっていう。ジミー・ボーン、俺ちょっと存じ上げないかもしれない。あっ、ほんまに。あのですね、ジミー・ボーンさんは、はい、スティービー・レイ・ボーンさんの兄貴です。あ、ああ、はいはいはい、うん、知ってますよ、ほんとに。なんかあの、あれですよね、千代の富士みたいなルックスなんですよ非常に千代の富士に似てるなって俺毎回思うんですよ。マジっすか。かっこいいね。え、でもスティービー・レイ・ボーンのやっぱネームバリューがでかすぎて、うん、そうね、功績としてはどんな感じなんですか。まあ知る人ぞ知るみたいな。そうだね、知る人ぞ知るなんだけど、まあさっきの話もちょっと通じるんですけど、はい、スティービー・レイ・ボーンってやっぱロック的な要素と、うん、あ、確かに確かに、まあ、うん、キャラクターとしてのポピュラー性みたいなのもあるじゃないですか、うん、スター性っていうか、はいはいはい、だから、うん、当然あっちの方が知名度も人気もあるんですけど、かたやブルースの濃さで言ったら兄貴の方が圧倒的ですマジっすか。圧倒的。やっぱこうスティービー・レイ・ボーンとかって確かにおっしゃってた、うん、キャラクターとかなんかあのなんかあのやっぱテクニカルじゃないですか。そうだね、みたいな。だからそういう部分がやっぱ刺激的には高くなっちゃうんでしょうね。そう、うん、でそれで俺ももちろんそれ大好きなんだけど、でも片やっていうか、まあ一方でブルースっていうことで言えば、はい、兄貴圧倒的にすごいですマジでやっぱり兄貴がみたいな。そう、でもスティービー・レイ・ボーンも兄貴にめちゃめちゃ影響を受けてるっていうか、あのスティービー・レイ・ボーンと兄貴で、はい、ファミリースタイルっていうアルバムも出してるね。あ、そうなんですか。そうそうそう、はい、あのまあ2人の企画っていうかさ、はいはい、でまああのアルバムあるんですけど、それもめちゃめちゃいいんだけど、はい、でもまあソロになって自分の兄貴の好きなことだけやるっていうスタンスでやると、はいはいはい、もうね全然弾かないんですよ全然弾かない。スティーヴィー・レイ・ボーンでも対照的な。そう、対照的で、はあ、なんかねこういうのばっかりなんですよ。だけど、はいはいはい、他の、まあ、映像とかで見たりとか、はい、他の人と一緒にやってんのとか見ると、うん、普通にバリバリカッティングとか、へえ、弾けるのに何でもできんのに、はあ、こういうこういうのばっかりしか弾かないんで、ね、だからなんかあの
めちゃくちゃ地味、スティービー・レイ・ボーンを聴いて、うん、兄貴おるぞって聴いた時に、うん、そのアルバム聴いたら、ちょっと物足らんか。物足らんところがこけますよ。ずこわってなる。でも聴いていけば、ブルースどんどんいろんなとこをしていけば、あ、こういう表現をしてたんやって思うプレイヤーってことなんですよね。いや、だから、はい、普通にカッティングとかちょっとロックっぽいこともいくらでもできんのに、そのブルースでこういうこういうのしか弾かないっていうことをできるのが一周回って技術すげえなと思うわけで。ああ、確かに確かに。だって例えばその昔のさ、不器用なあの時代のさ、不器用な時代のっていうか不器用な、もうこれしかできないみたいな人いるじゃない、ブルース、はいはいはい、そういう人多いじゃない、うん、それを計算でできるっていうのが確かにとてつもない技術だなと思うわけ、俺からすると。もうほんまに一周したそう千人みたいな。そうそうそう。そうだから普通でこういうこういうの、ああでこういうのやる人ってさ、こういうのしかできないわけじゃん。ああ、はいはい、ね、だけど何でもできる人がわざとそれやっても本当はできないはずじゃん、かっこよくならないはずじゃん。ああ、はいはいはい。だけどね、めちゃめちゃかっこいいってことは多分とんでもない超越した、そう、スキルなんだろうなと思って。はあ、だからそれも知ってるからこそ、うん、そう、なんかそうそうそう、こいつみたいな。いやジミー・ボーン、あれをだから計算でっていうか意図してあれをできるっていうのはすげえ、まあ、でそれで、はい、あのアルバムで言うと、あの音もいいし、曲もかっこいいんで。ああ、そうなんです。これは聴いてみたいな。ぜひぜひ聴いてください。てな、石倉さんの聞いてください、アルバム紹介でございました。はい。